はい、どうぞ。実証実験は大きな地震が発生した想定で行われ、犬や猫を連れた市民9組が参加しました。猫はこう行きたがるので、ちょっと爪だとか引っかかるとどうなんだろうって脱走がちょっと気になりますね。2階建てのケージが用意されると、やっぱり居場所ができて落ち着いています。一方でこんな課題も。実際にね、これだけのスペース取っていただいたりとか、なかなか難しいんじゃないかなっていうのが実感しますね。能登半島地震でも課題が明るみになったペットの避難。尾張旭市はペット同室避難の来年度の実現を目指すということです。